皆さんこんにちは、あいりです。今日はですね、こちらなんかいつもと様子は違うんですけれども、デパコス購入品です。はい、いつもだったらデパートに買いに行ってこんな感じでね、ショッパー見せたりするんですけど、最近欲しいものがあるのになかなかデパートに行けてなくて、最近ネットで注文することがすごく多くなったんですけど、で今回もね、いつも愛用しているものとか、あとね気になっていたものを、まあそんな数は多くないんですけど、まとめてアットコスメショッピングで買いました。今日はこちらを紹介したいと思います。よかったらご覧ください。それではスタート。ではまず一つ目、こちらカネボウのフレッシュデイクリームライトです。これもね、もう皆さんご存知ですよね。これは朝スキンケアの最後に、日焼け止めの前に使うクリームなんですけども、これずっと愛用していて、でこれライトなんですけど、ライトじゃないのも使っていて、今使ってるんですけど、ちょっとねやっぱりこの暑い季節にこってりしたクリームをのせると化粧がよれやすかったりとか、あとちょっともったり感な、もったり感がね出たりするので、今回ね夏用のデイクリームを購入しました。これの方が少し軽いんですよね。これも何回か紹介しちゃってるのでご存知の方も多いかと思うんですが、クリームなんですけどすごく軽いです。でもしっかり保湿をしてくれるんですよね。香りも爽やかで強すぎない香りが私はすごく好きです。でしかもね、こちら SPF30 の PA が3+ なので、ちょっとこのまま乗せた後洗濯物やったりとかスキンケアの最後に塗っておくといいので、これは発売当初からすごく愛用している商品です。次はイブサンローランのアンクルドポーオールアワーズプライマー、メイクアップベースです。これは下地ですね。プライマーなので毛穴の凹凸を軽減してくれます。これは前にイブサンローランでこれの試供品をもらったんですけど、それが良かったんですよね、使ってみたら。でこれがちょっと振りすぎたかもしれない。ちょっと出ちゃった。こんな感じで。少しとろみがあるように見えるんですけど、実際にはすごくみずみずしいです。でこれですね、オイルが入っていないので夏に使うのにすごく最適ということで、これとあと保湿のあるファンデーションと組み合わせることで肌がねすごくつるんと綺麗に見えて、さらに時間が経っても崩れにくかったので、もう少し使ってみたいなと思って今回買いました。はい、では次もイブサンローランです。クチュールクルールパレット7番です。私これの14番を持っていて、それがねすごくねラメが綺麗で気に入っていて、なので他のカラーも欲しいなと思って今回こちらを買いました。カラーがローズ系のピンクが混ざったカラーです。手に出すとこんな感じです。艶が綺麗ですね、これね。そしてカラーもすごく可愛いカラーですね。そう、14番も本当に使いやすいブラウンのカラーなんですけど、今回購入したのもすごく使うのが楽しみです。またね、メイク動画で紹介したいなと思います。次が最後の商品です。こちらクリニークのラッシュパワーマスカラロングウェアリングフォーミュラブラックオニキスです。これはねもう動画で何回も紹介しちゃってるので、もうご存知の方たくさんいらっしゃると思うんですけど、やっぱりこれ優秀。何が一番私がこのね優秀っていうのかっていうと、下まぶたが黒くならない。夜になっても下まぶたに黒くついてることがないですね。でさらにお湯オフじゃないもので使いたいなって思うものたくさんあるんですけど、やっぱり私はお湯オフにこだわってるので、お湯オフさらに下まぶたにつかない、もう最強なんですよねこれ。で今ね愛用しているこのクリニークのマスカラがもうカスカスになっちゃったので、今回ねリピートで買いました。はい、ということで以上コスメの購入品の紹介でした。で今回アットコスメショッピングで購入したんですけども、その時に楽天リーベイツというサイトを経由してお得に購入しました。最初私聞いた時に楽天リーベイツって思ったんですよ。そうなんですけど、実際に使ってみたら目から鱗が出ました。こんないいサイトがあるんだと思ったので今日は紹介しようと思います。で楽天リーベイツは楽天の公式のポイントサイトで、いつものお買い物をする前に楽天リーベイツを経由して購入するだけで楽天スーパーポイントが貯まるんです。
これがすごくお得。実際にね、金額出したいと思います。今回アットコスメショッピングで4点購入して、合計金額が 23,800円だったんですけど、アットコスメショッピングのポイント還元率が 2% だったので、今回476ポイント貯まりました。ありがとうございます。そうで、さらに私楽天カードで購入しているので、楽天カードのポイントも入ってくるんですよ。すっごくお得で、もうお得なのは分かったから、どうやったら楽天リーベイツが使えるのかなんですけども、これが難しい登録が一切なくて、楽天 ID があればログインするだけです。もうそれだけでできちゃいます。もちろん無料です。で、楽天リーベイツはアプリのサイトもあるし、インターネットのサイトもあります。パソコンでもできます。私はアプリをダウンロードしました。で、そこに楽天 ID を入力しただけですね。で、また私がびっくりしたのは、この楽天リーベイツの中で買えるお店が本当にたくさんあります。コスメとかファッションとか旅行とか家電とか、本当にたくさんのお店が豊富にあります。いつもね、購入しているお店とか、あとアイハーブもあります。アイハーブはね、もう皆さんご存知の方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、日本ではね、なかなか手に入りにくい海外の健康サプリだったりとか、オーガニックコスメとか、あと食品もすごい品揃えで、私もね、すごくアイハーブ気になってます。アイハーブはね、まとめて購入したりすると思うんですけど、そうするとね、金額もまあまあ高額になるので、となるとポイントも多いので、すごくお得だと思います。お店によってはポイントの還元率が違うんですけど、 1% でも戻ってくるならお得だなと思います。さらに月末の金曜日から月曜日まで開催されるリーベイツフライデーとか、月初の金曜日から月曜日までに開催されるリーベイツ感謝祭っていうのもあって、一部のお店の還元率がアップしたりします。その普段書いてある還元率よりもアップするんですよね、このフライデーとか感謝祭だと。で、先日ね、私がチェックしてたら、アイハーブがそのね、リーベイツフライデーに入っていて、ポイント還元率が 7% になってました。 7%、 すごいなと思って。キャンペーンの期間中に場合によってそれ以上上がることもあるそうです。あとエクスペリアのような旅行予約サイトもあるので、これからね、夏お出かけする際に楽天リーベイツを経由してエクスペリアなどで旅行の予約をするとポイントが貯まります。他のね、ポイントサイトよりもポイント還元率が高いのでお得かもしれないです。ちなみに貯まったポイントは楽天市場だけじゃなくって、ドラッグストアとか、あとマクドナルドとかミスタードーナツとか、皆さんがね、普段使われているようなお店でも使うことができます。なので皆さんもぜひこのお得感を味わってみてください。そして今キャンペーンをやっていて、初回の方限定でこの動画の概要欄の URL から3000円以上購入すると、通常500ポイントいただけるところ、最大600ポイントもらえるそうなので、ぜひぜひ概要欄の URL からチェックしてみてください。はい、ということで今日はデパコス購入品と楽天リーベイツの紹介をしました。最近私はネットでね、お買い物をすることが多くなったんですけど、その時に楽天リーベイツを、これ好きですね、私この手、その時に楽天リーベイツを経由するだけでポイントが貯まるので、正直もっと早く知りたかったなって思いました。もうこれは知ってるか知らないかだけで、もうこのお得感が全然違うので、よくネットで購入されている方はそのお買い物をする前に一度ね、楽天リーベイツでお店をチェックしてみてください。そう、あったらラッキー。ということで今日も最後までご覧いただきありがとうございました。今日の動画が参考になったよという方はグッドボタン、チャンネル登録お願いします。あとツイッター、インスタグラムやっていますので、フォローお待ちしてます。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。そう、私はね、初回限定で500ポイントももらってるので、合計で今回1000ポイントぐらいお得になりましたね。はい、もうぜひぜひ皆さんもお得感を味わってみてください。